お前、ネフィに怪我をさ、まず腕、うん、次は膝だ、うん、でも、私の神様の身に何が起こったのかは存じません。私が必要ないとおっしゃるなら。俺が傷ついているように見えるか。はい。俺はお前を一人にしたというのに。個人なら内側に重ねられるんだ。そうすると見えるか、こいつが今お前がぶちまけオーリナだ。暴挙の魔術も全て奴に食われる。もともと肉体強化の魔術で拳を震えば、たとえ魔王であっても止められない。ザラン、俺たち友達だよな。シン、そんな概念あるのか。うん、冗談。我が王よ。わしづいている。いや、違う。魔王、消えろ。ここはお前のいるべき場所じゃない。二人きり。は、ご主人様のおそばにいたいです。いいのか。伝えなければいけない言葉がある。俺はご主人様ではなく、名前で呼んでほしい。奴隷でも使用人でも、弟子でもない。そ、お前が。いつまでも、一生、どちらかが死ぬまで、いや、死んでもだ。どうして俺は好きの一言も告げられないんだ。奴隷でも使用人でも弟子でもない関係とはどのようなものでしょうか。教えてくれ。